寺越智江は、1963年5月に、行方不明になり、1987年1月に、北朝鮮で生存が判明した、寺越武氏の母親。寺越武氏の生存が判明した1987年1月以降、当初は、数年に一度、その後年に数回の割合で頻繁に、包丁していたが、万行本号の日本入港が禁止されたことによる、 渡航費の増加に苦しんでいる。2009年1月の包丁で50回、2018年4月の包丁で66回に達した。66回目の包丁は健康問題によって13年4月以来5年ぶりであった。北朝鮮への旅費は清掃員として得た給金などを当てている。周囲の人からはたびたび包丁することで北朝鮮の外貨獲得に貢献している。 北朝鮮に洗脳されたなどと陰口を叩かれた。しかし友枝は北朝鮮にこびているのではなく、これまでできなかった親らしいことを今しているだけですと反論している。拉致被害者家族会に参加していたが、たけし本人が拉致を否定したため会の活動から離れた。夫の寺子多左衛門は、たけしと再会した後、2001年7月に包丁した。 最そのまま北朝鮮に泊まり、平壌市内で、竹志一家と生活していたが、2008年1月、平壌市の竹志宅にて86歳で死去した。ありがとうございます。